神秘で広大な宇宙。この宇宙に救う悪のエネルギー生命体、宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。しかし破壊と略奪を欲しいままに潜伏するガイスターたちの前に完全と立ち塞がるヒーローがいた。宇宙警察エクスカイザーである。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーと仲間たちの物語である。虹の滝は大洪水。ふーこ、起きなさい。今日は虹の滝へハイキングに行くのよ。ダメ、あと3分待って、お願い。何カップラーメンみたいなこと言ってんの。鬼コウタ、ご用のある人はスイッチを押して。明日は大雨の予報です。雨だったらお昼まで寝かせておいてください。コウタ起きて、パパが夜勤明けで帰ってきたら虹の滝へ出発よ。なんだ、大雨じゃないか。すぐに止むわよ。ママのてるてる坊主は効果てきめんなのよ。あ、キー、あのくたら山脈三歩台、あのくたら山脈三歩台。雨やめ、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 雨やめ。ワンワンワン。嘘。ね、天気予報にも雨が上がるって書いてあるわよ。あら、そう。まあ、綺麗。本当だ、すごい虹。綺麗。雨上がりの東京の空に美しい虹がかかりました。汚れ切った大都会の空にかけられた七色の橋は大変感動的で、忘れかけていた宝と言えるでしょう。宝。何年ぶりでしょうか、このように見事な虹が東京で見られたのは。なるほど、これが虹ってやつか。でっかい橋みてえだな。皆さんは子供の頃こんな話を聞いたことがありませんか。虹の橋のたもとには金銀や美しい宝石が埋められていて、そこから美しい虹の橋が立ち上っているというお話です。俺の木の仕事だぜ。お前一人で運べんのか。重そうだぞ。そいつはおい、俺が手伝う。折りたたんで担いでくら。行こうぜ、ホンガイスト。おい、これ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 、誰がお前と一緒に行くと言った。なんとすがすがしい雨上がり、そしてなんと美しい虹。僕の絵心をくすぐるまたとない点。お、あ、揺れてる。あれか。よし、あのちっぽけなうちのそばだな。新聞社に知らせよう。はい、東都新聞。おお、たくみくんかね。何、うちの近くに恐竜ロボットが出たって。よし、すぐに優秀なやつを。徳田。はい、徳田治、頑張ります。何が頑張るだ、俺は取材に行ってくる。お前はここで留守番をしていろ。ねえ、ママ。何、コータ、どうしてパパとママが初めて出会った場所に毎年僕らまで行かなきゃならないの。だって思い出の場所じゃない。パパとママが出会わなきゃフーコやコータこの世にいなかったのよ。あの運命的なことがあった。その話聞き飽きたわよ。耳にタコができてる。でもね、ロマンチックなのよ。ママが足を滑らせて虹の滝に落ちそうになったんでしょ。そうなのよ。そうしたらパパがママを助けようとして自分から先に落ちちゃった。ああ
よく知ってるのね。だって毎年聞かされてるもん。それで今度はママがパパを助けようとして滝に落ちちゃったのよね。何度聞いてもドジな話だね。ほんと、それが恋の始まり。はいはい。あ、地震よ。下水道工事じゃない？うわ、地震だ。なんだこれは。俺より先に誰か掘ったやつがいるぞ。お宝はない、ない、ない。おお、だいぶ掘ったじゃねえか。宝は見つかったぜ。それが誰かが先に掘っちまったらしくて見当たらねえんだ。何？そんなはずはねえ。あ、貴様宝を独り占めする気だな。俺を信用できねえってのか。お前だな、先回りして宝掘り出したのは。なんだと、ふざけやって。何だこの足の目じゃ。ずいぶんうるさい工事ね。地震だってば。もしかしたら。おめえら何やってんだ。テラダイスの。ここに虹なんかない。確かに、さっきは虹があったはず。そうか、見つからねえと思ったら、貴様が先回りして虹を取りやがったな。バカには付き合ってらんねえな。うわっ、ガイスターだ。イクスカイザーに知らせなくちゃ。なんだって、うちの前にガイスターが現れた。というわけで、すっごく大きかったんです。それで、その恐竜ロボットはどこへ？そういえば、コウタ君家の方で大きな音と一緒に土煙が。なんだって？タクミ君、取材協力ありがとう。いや、当然のことをしたまでですよ。雨上がりなんて嫌い。ワオイ！エクスカーター？あ、パパ！はあ？恐竜ロボット。ママは、ママは大丈夫か。ママ。こうだ。エクスカイザー、こんなところにガイスターが現れるなんて思ってなかったよ。一体奴らは何を狙って。もしかして僕ん家にエクスカイザーがいるのがバレちゃったのかな。それはないと思うが、とにかくガイスターが何を狙っているか調べてみよう。ハイザー全員に告げる。ガイスターが星川家の前に現れた。目的は何なのか、全員で捜査に当たってくれ。どうしてもいけないの、パパ。すまない、この記事を夕刊に間に合わさなきゃいかんのだ。でもパパと一緒じゃないと。ねえ、本当にダメ？行きたいよ、僕だってママと一緒にどこまでも。しかし人手が足らんのだ。あらららら、これはひどいな。すっぽりだ。徳だ。あ、編集長。お前、留守番はどうした？はあ、先輩に言われてお手伝いに来ました。お前の手伝いなどいらん。ね、パパ、徳田さんに代わってもらったら。そうですよ、僕に任せてください。何も編集長自ら取材しなくても。自らも言うからもあるか。編集部でいびきをかいてるようなやつに任せられんからこうして来ているんだ。編集長、そりゃないですよ。というわけだ。車を置いていくから、ママの運転で虹の滝に行ってくればいい。パパ、どうしても来れないの？お前たちだけでママを楽しませてやってくれ。パパ。ああ。バカ、アホ、ドジ、マヌケ、すとこどこい。大のガイト様はこうおっしゃっておられる。今度はお前たち全員で行け。失敗は許さん。でもその虹は一体どこにあるんだ？虹の滝へ行け。そこにはいつでも虹がある。ねえママ、パパが行けないんだからやっぱり今日は中止にしましょうよ。いいえ、やっぱり行くわ。毎年の行事なんだから。どうしても。エクスカイザー、ガイスターのこと分かった？今調べさせてる。心配するな、コウタ。だけど…コウタ、何やってんの？出発するわよ。はい。じゃ、お姉ちゃん、どうしたの？だって、
ママが運転するのよ。ママが。そっか。じゃあ行くわよ。は、はい。あの、ママ、車の調子悪いの？そんなことないわよ。一緒だったらもっと良かったのに。着いた着いた。早く行ってお弁当食べよう。それより森林浴よ。ママ早く行こう。ここで待ってようかしら。どうしたの？気分でも悪いの？寂しいの。パパがいないから。バカバカしい。これが二児の母の言うこと？コータ行こう。ダメだよママ。ママも一緒に楽しまなきゃパパが泣くよ。パパが泣く？ママを喜ばせられなかったのはパパの責任だ。すまないって。そうね、パパ責任感強いから心配かけちゃいけないわね。行きましょう。うん。虹の滝だ。今年も虹の滝へやってきたんだわ。あの時のママの美しい虹。パパがいないのが残念だけど。ママ、お弁当にしよう。のんびりしてるとコータにみんな食べられちゃうわよ。いいのよ、ママは胸がいっぱいなの。どうしたんだ、マリオ。ここに宝が埋まってるんだな。なんだこれは。これで水を止めるぜ。止まった。よし、宝を掘り出すんだ。よし、勝ってんだ。虹の滝が。
ファイヤー、すごい力だ。
ママ、ママ大丈夫だったか。あなた、お仕事は？そんなもの、ママの無事の方が大切だよ。うわあ、虹が戻った。ああ、なんて綺麗なんだ。まるであの時のようだ。やっぱりパパと一緒でないと。こんな綺麗な虹、初めてだ。エクスカイザー、ありがとう。今度ね、外国の王子様と王女様が日本で結婚式を挙げるんだ。琴美ちゃんたら、私にも素敵な王子様が現れないかな。だってさ、え、王女様が襲われた。エクスカイザー、ガイスターに結婚式の邪魔をさせないで。次回、勇者エクスカイザー、狙われた花嫁。秘密にも宇宙人いる。